こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、40代からおしゃれになって良かったこと5000というテーマでお届けをしたいと思っています。まあ、こちらの動画を見ていただいている方の中にも、40代以上の方非常に多いかなと思うんですね。まあ、僕自身今年40代を迎えたわけなんですが、そもそもですね、おしゃれになるメリットって何なのか、ここが明確じゃないと、いろいろお金だとか、時間だとか、手間をかけておしゃれになるですね、モチベーションって上がらないかなと思うんですね。 そこで今回は僕自身もそうですし、僕のこれまでスタイリングしてきたお客さん、結構40代ぐらいの方も多いんですが、そういった方々がおしゃれに変わってどんなメリットがあったのか、このあたりを皆さんにお伝えすることで、まあ少しでもですね、おしゃれをする一つのモチベーションにしていただければなというふうに思っています。もちろんおしゃれをすることにはメリットもたくさんあるんですが、まあ、それ以外のデメリットもあるので、このあたりも含めてちゃんと皆さんにお伝えすることで、そもそも皆さんが おしゃれをする意味があるのかそのあたりも含めて見定めていただければなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に40代からオシャレになるメリットを皆さんにお伝えしていきたいなと思っているんですが、まず一つ目は、人からよく褒められるようになるということなんですね。これはですね、僕自身も結構、 こう実感している部分はありますね。まあ、僕の場合は結構中学生ぐらいの頃から猛烈にファッションが好きになっておしゃれの方法をですね、色々と研究していたわけなんですが結構ですね、40代になってからおしゃれになったお客さんなんかも結構服を変えたら人から褒められる機会が増えたという方は多いんですよね。それだけじゃなくて結構僕の動画を見ていただいている皆さんの コメント欄を見てもですね、結構大きくなし変わったら褒められるようになったという方、少なくないんじゃないのかなと思っています。これなぜかというと、結構40代以降になってくると、自分の見た目って結構どうでも良くなってくる方が圧倒的に多いんですね。まあ、それは10代、20代の頃であれば、おしゃれをしてモテたいだとか、そういったモチベーションもあるかなと思うんですが、そういったものも、やはりこう、20代後半ぐらいになってくると少しずつ落ち着いてきて、 結婚をしたりだとか、家庭を持ったりだとか、お仕事が忙しくなってくると、だんだん自分の見た目にですね、そこまで時間もお金も投資をしづらくなってくる方が圧倒的に多いんですね。そんな中、40代からおしゃれになるとですね、周囲が結構落ち着いてきているので、良い意味で結構目立つんですね。なんか最近ちょっとおしゃれになったよねとか、なんかいつもの雰囲気と違うよねというところで、周囲とまた全然見え方が変わってくると、おしゃれだねって褒められやすくなるんですよね。 それは結構女性から褒められる機会がまずは増えるんですよね。それはなぜかというと、女性の方がそういった細かな変化に敏感なので、なんか雰囲気変わりましたよねとか、なんかいつもと違って素敵ですねっていうことを結構女性から言ってもらえる機会が増えたという方は非常に多いですね。それだけではなくて結構男性の中でもある程度の感度がある方だと、その方が変わったっていうのをですね、すぐに気づける場合が多かったですので、結構いろんな方から褒められる機会が増えたという方が ですね、非常に多いんですね、まあ、僕自身はですね、子供がなんか幼稚園に上がったタイミングで、いろんな行事に参加するようになるじゃないですか。運動会に行ったりだとか、授業参観に行ったりだとか、まあそういった場面で私服で行くと、後日、何々くんのパパ、まあ僕の息子だとか、娘なんですけども、おしゃれだねって言われてたよとか、そういった話がですね、第三者から入ってきたりだとか、まあ奥さんから伝えてもらいたいだとか、そういった機会が割とですね、父親になってから増えるようになりました。まあやっぱ やっぱりですね、僕もいくつになっても自分のファッションについて褒められるのが嬉しいですよ。叱られるよりも褒められて伸びたいタイプなので、やはり褒められるというのは万人にとって嬉しいことかなと思うので、この点ですね、人からよく褒められるというのは非常に良いモチベーションになるのかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、頭の片隅に置いていただきたいなと思っています。 はい、続いて二つ目のですね、メリットなんですが、仕事ができそうに見られるようになったというものなんですね。これは結構多い感想かなと思っています。そもそも僕は普段スタイリストして、いろんな方をスタイリングしてるわけなんですが、結構ですね、経営者の方とか、個人事業の方とか、ご自身で仕事をやってるような方が多いんですね。そういった方って、やっぱり人前に立つことも多いし、 ビジネス上で印象が良く思われた方がやはり仕事がスムーズに進みやすいという側面があるわけですね。もちろん見た目がいいから仕事ができるかというとそこは必ずしもイコールではないんですがやはり見た目がある程度整っていた方が仕事が円滑に進みやすいというのはこれ間違いがないところかなと思います。相手に対する期待感だとかこの人なんかいい仕事をやってくれそうだなというところはある程度着こなしから読み取れるところもあったりするのである程度着こなしが整っていた 方が仕事はやはやりスムーズかなと思います、まあ、そういった点をある程度意識されているような方々が意識的に自分が苦手だったらプロにお願いしようということで僕のようなスタイリストに頼んだりだとかあとはショップの店員さんですねこういった馴染みの方がいて着こなしを全部見ていただいている方とかも多いですそれとはまた別に自分自身の着こなしをある程度のところまで高めたいというところで僕の動画を見ていただいている方とか結構ファッションを楽しんでいる方は仕事ができる方の中には多いかなと思っ 僕自身もこの辺りはすごくですね、身に覚えがあって、社会人成り立ての頃って、僕はもうめちゃくちゃ仕事ができなかったんですよ。ボンミスをしまくる天才で、本当に仕事ができない男だったんですね。ただ、ファッションは好きだったので、スーツスタイルに関しても自分なりに掘り下げていって、いろいろと研究をして、もう当時はあまり周りにはいなかったですが、スーツもシャツもオーダーをして、自分の体にぴったりのものを着て仕事をしていたんですね。 そうすると、やっぱある程度ですね、仕事ができそうに見られるわけなんですね。中身は本当にポンコツの仕事ができない男だったんですが、まあそういった目で見られたりだとか、期待をされるとですね、結構目をかけてもらうことも多かったですし、いろんな良い仕事が回ってくることが多かったので、その結果ビジネススキルがなかったんだけども、少しずつですね、成長速度というものが速くなっていったので、結果的には一定のポジションを得るスピードは、周囲よりは速かったかなと思っています。でですの,で僕の そのように本来仕事があんまりできるようなタイプじゃない人こそですね、着こなしだとか自分の見栄えというところはある一定のバランス感覚を整えておいた方が僕はいいんじゃないかなと思いますし、仕事がめちゃくちゃできるタイプの方で全然おしゃれじゃない方も結構いらっしゃるんですよ。まあ、僕のお客さんにはそういうタイプの方も多いんですが、そういった方がファッション変わることでより評価が高まってこれまで以上に活躍の機会が増えるということも多いので、まあ、どのような方に関しても仕事の一定のパフォーマンスを出すためには 着こなしで損することはない方がいいかなと思ってますのでそのあたりの仕事ができそうに見えるというメリットも一つ頭の片隅に置いていただければなと思っていますはい、続いて3点目なんですがこれも結構多いですね家族からの評価が上がるというものなんですね 僕のお客さんの中でも結構娘さんがいる方なんかは顕著なんですが結構ですね女の子ってパパの着こなしって見てたりするんですねなのでパパの着こなしが結構いまいちだと授業参観に来ないでくれたとかなんかいまいちですね冷たくされることが多かったりだとかそういったことが多かった方が結構ファッションが変わることで授業参観に行っても嫌がられなくなっただとか一緒によく遊びに行ってくれるようになっただとかそういった感想をいただけることが すすごく多いんですね僕自身も娘がいるんですけども、今のところですね、娘から嫌がられることもなく、仲良く接してもらっているので、そこもですね、一定の着こなしっていうところを意識してるからというのも、一つの要因にはなってるかなと思っています。僕も幼稚園だとか小学校のイベントに行くときに、もうバリバリに着飾っていくようなことは、あえてしないんですよ。まあ、着こなしで結構目立ってしまうっていうのも、結構子供的には嫌だったりするし、あとは奥さんもそうなんですよね。 旦那さんが休日ににババキバキに着飾っっっててるるるのの結構気恥ずかかしく感じることも多かったりするので僕は結構着こなしベーシックにちょっとトレンド感立つぐらいの個人的にはもっと盛りたいんだけどもある程度抑えとくぐらいの着こなしにしてるんですがいずれにしろある程度休日の着こなしというのも一定のオシャレさは気にかけるようにしてるんですねそうすればやはり子供たちも授業参観に来ても恥ずかしくはないですし奥さんも休日に過ごすときに旦那さんがだらしないカッ こうしてるよりは、やっぱり気分がよく過ごせるかなと思うので、まあ、家族への一定の配慮という意味では、おしゃれにしておくことで、家族からの評価というのは保たれるのかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、その点もですね、覚えておいていただければなと思っています。 はい、続いて4点目の項目なんですが、人から丁寧に扱われるようになったという方が結構ですね、多いんですね。これは僕自身も身に覚えはあるんですが、やはりですね、人って見た目の印象にどうしてもですね、対応だとか反応が左右されてしまうものなので、パッと見の感じでなんかやぼったく見えたりだとか、清潔感があんまり漂ってないと、それだけで扱われ方って変わってしまうんですよね。僕自身も コンビニにに行く時にちょっとこう適当なワンマルウェアなんかで行く状態とちょっとおしゃれをした状態で行くのとではやはり店員さんの扱われ方って全然変わってくるんですねそれはやっぱり人間だから仕方がないものだと思っていましてだからこそ一定のおしゃれをすることで、まあ、丁寧に扱ってもらえる機会は増えるのかなと思いますまああんまり言葉は良くないですが人からあんまり舐められないだとかマウントを取られないためには一定の小綺れさだとかおしゃれさを整えて 置いいた方が僕は楽に生きられるのかなと思っています何もおしゃれ上級者になる必要はないんですが、まあ、せいぜい70点ぐらいの着こなしですね。まあ、ベーシックな着こなしができていると、まあ、いろいろとですね、心理的にも安心な点があるかなと思うので、まあ、そういった点を含めて、一定のおしゃれさというのは、すごく役に立つのかなと思っています。 はい、続いてラスト5点目はですね、自分のモチベーションが上がるというものなんですね。これはもうどんな方でも実感があるかなと思うんですよ。クローゼットを開いて、その中に気に入ってる服と気に入ってない服があると思うんですよね。毎朝服を着る段階に、 気に入っている服がクリーニングに出していて手元になくてなんかこれいまいちしっくり来ないんだよなというものを着て出かけた時まあやっぱりですねモチベーションって上がらないと思うんですよねやはり自分にとって好きな服だとか ちょっと頑張って買った服だとか、人から褒められる機会が多かった服を着てると、絶対にモチベーションが上がるんですよ。できれば僕自身、日々ですね、モチベーション高く過ごしていたいなと思うので、一定のおしゃれをすることというのは、心理的にもすごくメリットがあるのかなと思っています。僕らみたいに40代以降になってくると、これまで着ていた服って、なんとなく似合わなく感じたりするものなんですね。まあ、20代の頃とか、30代前半の頃に流行った服と、今の服ってやっぱりですね、 感覚のズレトレンドのズレがあったりするものなので、やはり40代ぐらいになったら、今の時代に合ったものだとか、今の自分に合ったものに着替えた方が、明らかにモチベーションが上がるかなと思うんですね。そういった点で、しっかりとおしゃれをすることで、日々のモチベーションは明らかに上がるかなと思います。それは仕事でもそうですし、プライベートでもそうです。おしゃれを意識するようになって、人から褒められたりだとか、自分自身の気分が上がることで、得られるメリットはすごくあるかなと思うので、まあ自分 自分のモチベーションをこれから先もう一段階上げるためには着こなしが変わるということはすごくいいメリットがあるのかなと思っています。まあこれまでメリットについていっぱい上げてきたわけなんですがやっぱりおしゃれをするには手間もかかるしお金もかかるしあとは奥さんからの了承を得なくちゃいけないだとかそういった点もあるかなと思うんですね。なのでいくつか超えなくちゃいけないハードルはあるかなと思うんですが、まあ、今回お伝えするように結構服が変わることで得られるメリットも大きいんですね。人から 褒めらられれたたりりだだとととかか仕事ができそうに見られたりだとかあとは家族このあたりだけでも僕は十分ですね、メリットとしては実感ができるレベルなのかなと思います。ただこういったメリットと時間とお金がかかるというデメリット、天秤にかけた時にやっぱりデメリットの方が大きかった場合はわざわざおしゃれをする必要はないかなと思うんですね。おしゃれをしなくても仕事がバリバリできたりだとか、ユーモアのセンスがあったりだとか、 あとは、コミュニケーション能力が高かったら、おしゃれじゃなくても、十分にですね、魅力的な人だと思いますし、それ以外の魅力で、おしゃれじゃないことをカバーできる人は、たくさんいるので、何も万人がおしゃれをする必要はないかなと思うんですね。ただ、40代を迎えて、これから先、もっと自分自身の着こなしを楽しみたいだとか、毎日を気分を上げたいだとか、人から褒められて伸びたいだとか、そういった僕みたいなタイプの人には、おしゃれをするメリットはすごくあるかなと思うので、一つの参考にしていただければなと思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルではこのような形で、大人の男性に向けて、メンツファッションの基本だとか、おしゃれのポイントをですね、解説をしていきたいなと思ってるんですが、もう少しですね、中級者向けのアイテムですとか、コーディネットの紹介に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、詳しく解説をしています。そちらの方ではですね、週4回、オリジナルの動画を出しているのと、あとは1週から2週に1回の頻度で、会員限定のライブ配信も行っています。皆さんのご質問に直接その場でお答えするような形で、 チャンネルを運営してますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、動画をゆっくり見る時間がない方のためにですね、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方ではですね、文章と写真ベースで、だいたい1分ぐらいで読める分量で、おすすめのコーディネートですとか、おすすめのアイテムをですね、リアルタイムでどんどんお伝えをしています。 僕も1日2回ぐらい更新をしていますし、僕以外のスタイリストの方も記事を投稿してくれています。それだけではなくて、結構会員さんの方も自由に投稿することができるんですね。ご自身の買ったものを出したりだとか、あとはコーディネートを紹介したりだとか、本当に様々なコンテンツがあって、おしゃれが好きな大人の男性がワイワイと楽しむような社交版になってますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。